はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルージュです。今回は信長の野望天道のパワーアップキットをプレイしていきたいと思っていますが、いきなり全然違う変な画像が流れてるじゃないかと思われると思うんですけども、ツイッターあるいは動画の方でもお知らせしている通りですね、今タイの方に遊びに来てまして、収録の方もですね、天道の収録の方もタイのホテルの一室から、プレイをやっていきたいなというふうに思っています。で、タイの旅行の詳細についてはですね、ツイッターの方でいろいろお話してますので、もし興味ある方いらっしゃればツイッターの方をね、見ていただければなと思うんですが、もちろんこの後天道 PK の方プレイしていく中でもね、少しはお話していこうかなと思ってますので、ぜひぜひそちらの方もお楽しみにしていただければなと思います。というわけで、この後早速信長の野望天道 PK のプレイを始めていきます。では早速ですね、シナリオの方を選んでいきたいと思います。で、今回選んでいくシナリオはですね、1555年の尾張統一、こちらのシナリオでプレイをしていきたいなと思ってます。で、信長の野望天道、もちろんプレイをしたんですが、もう何年も前なので、だいぶシステムとか動きとか忘れてしまっている部分もあるかと思いますので、ちょっと今回は少しぬるめの設定で、いつもね、鬼畜な設定で信長の野望はプレイすることが多いんですが、今回に関してはかなりぬるめの、大名でプレイをしていきたいなと思っています。で、具体的に、あとですね、この天道自体がちょっと細々とした、ぬるっとしたような動きをするので、ゲームのプレイスピードを1.5倍にしてますので、ちょっとね、その辺だけご了承あらかじめいただければと思います。で、プレイアブルの大名なんですが、今出てた今川義元でプレイをしていきます。難易度設定は上級で、その他の設定はご覧の通りの設定で進めていきたいと思っています。ゲーム速度は速いにして、さらに動画にするときに編集で1.5倍にスピードをさせていただいています。それでも十分に文字とかね、読み取れるような形でゆっくり進めていってますので、ご安心いただければなと思います。で、この1551年の今川義元のシナリオはですね、北条と武田と同盟を結んでいる状態なので、北、そして東に関しては全く心配がない状態です。なので史実通り信長攻めに専念できるっていうのがこのシナリオの緩いところですね。で、駿府はじめ3つの本城を持っているっていうところからのスタートになります。で、兵力も各城1万近い、あるいは1万超えの兵力を持ってますので、これを持って一気に尾張を侵攻することができるっていうのがこのシナリオの始まりの部分になります。で、東に北条、北に武田、そして上洛の途上にある尾張に信長というところになります。で、シナリオが尾張統一ってなってるように、信長はすでに尾張を統一してますので、この尾張の本城のある清須を攻め取るっていうのが今回の目的になります。で、まずはですね、それぞれの拠点に無所属の、資源、町だったりとか、そういったものがありますので、これを回収していきたいと思います。で、天道に関してはですね、いわゆる城に何か内政で新たな資源を作るとか、そういったところとは少し趣が違っていてですね、道を作ってその資源までこう街道をつなげると、それによってその資源だったり街並みだったりっていったものを支配下に収めるっていうのがこの天道の独特のシステムになっている部分がありますので、まず最初は、無所属になっている資源街並みを街道をつなげていくっていう作業を今進めています。で、もちろん軍勢をですね、敵国に派遣するときも、この街道、道ですね、道を通った方が早く軍勢を派遣することができると
ということになります。まあ、ただ逆にですね、敵国から攻められるときもこの道を通っていきますので、まあ、攻められるときにはですね、あらかじめ道を破壊しておけば敵の進行速度を遅らせることができるっていうようなところもあるので、まあ、戦略的に道を作るなり壊すなりっていうのを考えていくっていうのがこの天丼の面白いところかなと思います。で、あとはですね、各拠点というか、その自分の支配地域に対しては、まあ、櫓だったり砦だったり、あるいは市場だったりっていったような防御のための拠点も作ることができますので、その道をどう作っていくかっていうのと、それに合わせて、防御の拠点をどこにどう配置していくかっていうのをですね、まあ、考えていく必要があるのかなというのがこの天丼のところになりますね。今、遠江の無所属の拠点に対して街道を引いているっていうところになります。で、まあ、今、匠の町が出てたので、匠の町とか、あるいはその村だったりとか、商人町だったりとかって、まあ、いろいろいくつか、町並みにも種類があるんですが、その支配下に収めた町並みに対して、まあ、例えば商人町だったら市だったり、あるいは商人館だったりっていうようなものをさらに建てていくことができるので、8つまで確かね、その内政で建てていくことができますので、町並みに関しては支配下に収めた町並みに対しては、まあ、そういった行為内政を行って、さらにその収益であったり石高であったりっていったものを高めていくということで、国力を高めていくことになります。あとはですね、兵力の面でいうと、まあ、徴兵を定期的にしっかりしていかないと、兵力が十分に集まらない、用意できないということになりますので、まあ、奉行を任命してですね、定期的にきっちり兵力を補っていくということも、他国を侵略する上では重要になってきます。あとはですね、この天丼に関しては本当にお金が最重要なリソースになってるかなというのが、プレイしている印象になりますね。お金が結構、特に初期の段階ではすぐに枯渇してしまうので、まあ、積極的にですね、ごめんなさい、さっきね、商人館みたいな言い方をしてしまったかもしれないんですが、商館と市、商人町に関しては商館と市を建てて、定期的に金銭収入を得ていくっていうのが序盤の攻略の鍵になるんじゃないかなと思います。もちろん今回は冒頭お話したようにヌルゲー設定にしてますので、今川義元にしてますので、まあ、そこまでね、金銭に困って、行き詰まるっていうようなことはないんですが、まあ、ちょっと難しい大名でプレイする場合には本当にお金が重要になってくるところになりますね。では、今早速ですね、街道を引いていってるっていうところになります。今1.5倍のスピードぐらいで、画面の方を見ていただいてるんですけども、まあ、やっぱりこれがノーマルのスピードで見ていくとですね、少し見ていただく分には退屈なスピードになってしまうかなというのがありますので、まあ、動画上は1.5倍のスピードにさせていただいているというところになります。あとですね、お話しておくと、今回タイの方に来て収録をしているんですけども、PS ビータでのプレイになります。で、PS ビータのゲームの音の収録ですね、これをなんとか PC に出力させて、PC の方からクリアな音源を収録しようと思って、いろいろと機材を、研究したりしてるんですけども、ちょっとまだですね、いかんせんできなくて、マイクの方からゲームの音声拾ってるのがあるので、ちょっともしかしたら、お聞き苦しい点があるかもしれないんですが、ちょっと引き続きその部分に関しては改善を図
かっていきたいなと思いますので、お付き合いをいただければなと思います。で、まあ、ちょっとタイの方の話をしておくとですね、今回タイの方には3泊4日とちょっとね、物足りない日程で来ているんですけども、今収録しているのが2日目の日中、昼の時間帯になります。で、まあ、タイはですね、年中非常に暑いんですが、まあ、12月当然もううだるような暑さ、日本でいう真夏の状態がずっと続いてますので、まあ、本当にね、ある意味開放的に過ごせるなというのがあるんですが、まあ、日中外に出るにはね、結構勇気がいる殺人的な暑さというところもあるので、まあ、僕は基本的には日中は、まあ、ホテルの中でまったりのんびり過ごしてですね、まあ、夜遊びに出かけるっていうのをね、タイの方に来た時にはやってます。で、いつも、この動画の冒頭でお見せしたホテルでですね、いつも宿泊してまして、ここのいいところっていうのがですね、ショッピングモールが併設されているので、まあ、食事するにしても何か買い出しするにしてもホテルの外に出なくて済むっていうのがあってですね、日中は、まあ、本当に全くと言っていいと思うんですけど、外に出ることなく快適に過ごすことができるというのがね、このホテルを毎回使わせていただいている理由になります。で、まあ、タイの旅行に関していろいろご質問とかあればですね、もちろんこの動画のコメント欄の方にお寄せいただいても結構なんですが、ツイッターの方で細かく、割とタイムリーにいろいろお話をしていますので、動画の説明欄の方にツイッターのリンク貼ってありますので、ぜひぜひそちらの方も一度覗いていただければいいかなと思います。で、まあ、本当にね、タイの夜はいろいろ楽しいことがいっぱいあるんで、もう本当にもうなんだろうな、年に3回から4回ぐらいは来てるんですけども、一応今回の目標みたいなものを定めてまして、今回のっていうか今後1年間のって言ったらいいかな、まあ、今回12月にタイの方に遊びに来てるんですが、向こう1年間、まあ、つまり来年の12月までの1年間の間になんとか5回タイの方に来たいなと思ってまして、まあ、1回目は今回来てるわけなんですが、あと3月にですね、タイの方に来る予定で、これはもう航空券を予約してあります。で、あと夏休みですね、ちょっとまだいつ夏休み取得するかっていうのは詳細には決めていないんですが、タイの方に夏休みにも来たいなと思ってまして、これで3回目。で、あとはですね、リフレッシュ休暇が取れる予定なので、リフレッシュ休暇を使ってタイに来る。で、もう1回どっかでね、シルバーウィークとかその辺うまく利用できれば、その期間を使って5回目のタイの訪問っていう形で、向こう1年間ね、アラサーとしてこんなにタイに来ていいのかというのはあるんですが、なんとか目標である年に5回タイに訪問するっていうね、目標を達成したいなと思いますので、本当にそちらの方興味ある方、ツイッターの方を見ていただければなと思います。で、あとこれもですね、年初の方からこちらのチャンネル見ていただいている方いらっしゃれば、もしかしたらご存知の方もいるかもしれないんですが、今回アナのスーパーフライヤーズカード、まあ、いわゆる上級会員ですね、こちらを取るために年初からいろいろ頑張ってきていた部分がついに実を結んでですね、数ヶ月前に上級会員になることができたので、まあ、向こう1年間はですね、そういう意味では上級会員の恩恵を最大限に享受できるというのもあるので、まあ、積極的にね、海外旅行の方には遊びに行きたいなと思っています。で、そうこうしているうちに終わり攻めですね、キオス攻めを始めています。で、キオスを攻める、終わりを攻める上で、今街道を少し信長の終わりの陣地の方に向けて引いていたというところですね。で、当然信長の方もですね、防御施設をいくつか建ててきているので、その防御施設を無効化しながらキオスに進軍していくっていうことになります。で、あと信長はですね、斉藤道三と同盟関係にありますので、まあ、当然斉藤家から援軍が来るんじゃないかと、キオスを攻めた時に斉藤から援軍が来る可能性があるっていうのも考慮して、十分な兵力を出していく必要があるかなと思っています。で、今画面の中ほど今川義元が1万1000の軍勢で出陣していますね。で、これに合わせて引間城からも、兵を出していくっていうところになります。で、この天道に関してはですね、特に先方の連携、これがかなり重要になってきますので、同じ陛下で、まあ、統一しつつ
先鋒を持っている武将で固めていくっていうのが合戦の攻略の鍵になる部分にはなってます。キヨスに向けて岡部元信兵約8000で出陣というところで、ここまでで今川義元と岡部合わせて約2万の軍勢を清須に派遣というところになります。で、今ですね、義元が進軍中なんですが、この進軍に合わせて岡崎城からも松平元信、まあ、後の徳川家康ですね、これもこの後兵1万1000で出陣をさせていくというのを検討していきたいなと思ってます。重要なことをお話しするの忘れてましたが、これはですね、収録の実況の部分に関しては後付けにさせていただいています。というのも、最初にお話した通りプレイ動画の方の、スピードを 1.5 倍ぐらいにさせていただいている関係もあってですね、音声、まあ、実況の音声に関しては後から解説を入れつつというところで、収録を別撮りにさせていただいています。では岡崎城からも兵を出していきます。で、陣形によってですね、それぞれ得られる効果が変わっていきます。で、今回はですね、義元も岡部もそして家康も含めて全魚鱗の陣を引いています。で、陛下は全5部隊 ×3 15部隊すべて足軽にしています。で、足軽はですね、直接攻撃の陛下になってますので、魚鱗の陣というのはその直接攻撃の攻撃力、威力を 30% 高めるという効果が得られる陣形になってますので、まあ、この陣形で一気にキヨスを攻め取るというのが目的になってますね。で、この本田重継に関しては、今画面に映っている重継に関しては街道を引いているところですね。で、織田家の狼煙台がちょうど国境付近にありますというところになります。進軍、清須への進軍の途上にこの織田方の狼煙台があるので、これを潰しながら清須に向けて進軍をしていくというところになります。で、清須を攻めるにあたっては兵糧を補うための兵糧庫を織田方の陣地内に建設するということを今やりました。で、ここでイベントが起きます。ちょっと見ていただきたいと思います。まあ、いわゆる桶狭間の戦いの部分に関連するところですね。ずいぶん強い雨だなということで、まあ、これまさに桶狭間の戦いで信長が奇襲した時の、ね、描写に近いような部分が描かれています。で、ただここでですね、少し状況が変わってくるのが、この大元節祭がいることによって桶狭間の戦いで信長が奇襲して義元が討ち取られるっていう、まあ、史実に基づいたシナリオを回避することができるんですね。で、逆にですね、この大元節祭を同行させない場合、
駿府から今回義元を出陣させるときに同じ部隊に大元節祭を入れておいたんですが、これを入れていなかった場合は史実通り桶狭間の戦いが起きて義元が敗北するっていうようなシナリオに入っていくんですが、大元節祭を同じ部隊として派遣しておくと、この大元節祭がですね、諭すというか信長の奇襲作戦を見抜いて、その奇襲にさらに奇襲で応戦するっていうようなイベントが発生します。でこれによって信長を撃退することができるっていうようなイベントがこの後発生しますね。ちょっとそちらをご覧いただきたいと思います。この信長の奇襲部隊に対して伏兵で応戦するというところですね。これによって信長を撃退、一気に清須城下になだれ込むというのがこの後今川勢が目論む展開になります。でそれに際しては、先ほどご覧いただいていた織田方の防御施設の一つである野呂次第、これを撃破して一気に終わりへ進行していくというところにつながっていきたいなと思っています。今ちょうど信長の軍勢2000と交戦中です。で今川勢はですね、総勢3万の軍勢で攻めかかってますので、これを信長を追撃していくというところになりますね。で信長側は定石通り野呂次第のところまで街道を引いていて、野呂次第の先からは街道を途切れさせている、ちょうど画面中央ですね。なので野呂次第にたどり着くまで今川勢が少し時間がかかってしまうということになりますね。これは本当にこの天道で守る時の定石のパターンですね。防御施設にたどり着くまでに時間をかけさせて、できるだけ兵力を削り取るっていうところですね。今ちょうど野呂次第に対して攻撃を仕掛けて、これを一瞬のもとに撃破、一気に清須城下へとなだれ込むという作戦になります。でこの後ですね、後方から兵糧庫を作る工作隊も続いてますので、兵糧庫を作ったら、兵糧の消耗による軍勢の離散というのが防げるというところになりますね。で清須の方からは佐久間信盛が打って出てきたというところになります。で味方は義元1万、岡部が7500、さらに酒井忠次になってますが、これ家康の軍勢ですね、これが約1万というところになります。で先方をつなげていくというところですが、画面の左側の方から道山、斎藤家からの援軍約1万が迫ってきているというところですね。でこの斎藤1万に対しては義元自らが当たるということで、斎藤に対しては義元自らで、信長の守る清洲城に関しては岡部、さらには家康、合わせて1万7000で攻めかかるというような、2正面作戦にはなるんですけども、先ほど信長の軍勢を桶狭間で撃退したことによって、ある程度戦力を削ってますので、十分に二正面作戦が展開できる、そんな状況にはなっています。
このまま一気に力攻めで押し込んでいきましょう。やっぱり先方を今みたいにつなげていけばいくほど攻撃力が当然増していきますので、先ほど話したようにいかに先方をつなげられるかで、先方をつなげるにはですね、角翼の陣だったかな、一番その先方がつながりやすい陣形になっていたかなと思うので、まあ、場合によってはね、その角翼の陣を引いていくというのもいいかなと思います。まあ、今回は魚鱗の陣で直接攻撃力を 30% 上げる、そういう陣形に全員組ませています。すでに清須城のですね、大気を削り取りましたので、あとは、兵士に対して直接攻撃をかけているところになります。ただ道さんの方がまだまだ、信長に対して援軍を出してきている状況になってますので、なんとか道さんを押し返しつつ清須も同時に攻め取るというところになっていくかなと思います。で、あとはですね、ちょっとお知らせになるんですけども、ちょっと今回タイの方に遊びに来ている関係もあってですね、収録がちょっと追いつかないところもあって、基本的には毎日16時に戦国物の実況動画、公開更新させていただいているんですけども、今週に関してはですね、ちょっと毎日更新が難しい可能性があります。ですので、まあ、毎日16時を楽しみにしていただいている方には大変、申し訳ないんですが、今週に関してはちょっと不定期更新という形にさせていただいてですね、なんとかできるだけ更新頻度を上げていきたいと思うんですが、ご了承いただければと思います。で、そうこうお話している間にキオスを落としましたので、信長はじめ捕虜にした武将たちの処遇を決めていきましょう。で、道さんも稲葉山城へ撤退していきますので、先ほど道さんと交戦中に今川勢何人か武将捕虜にされてますので、この後道さんの追撃戦に入っていきたいと思います。で、道さんの方もですね、兵1万以上をこの清瀬の援軍として出してきているので、当然稲葉山城の守りがかなり手薄になっているはずというのもあるので、追撃戦をしつつ軍勢が整ったらですね、清瀬から稲葉山城攻略の部隊を本格的に出していきたいなと思います。で、まずはその前に信長はじめ織田の優秀な家臣団を取り込むために派遣をしていきましょう。で、派遣して登用できた武将に関してはですね、結構この天道しかも上級にしておくと引き抜きがえぐいぐらい起きるので、早めに引き抜きが起きないように忠誠を上げておくか、もしくはその引き抜きの対象とならない敵国から離れた場所に移動させておくかっていうね、どちらかが必要になってきますので、このあたりは迅速にやっていきたいなと思います。まずは斎藤道山の900に関して騎馬隊で追撃をしていきましょう。で、この追撃隊を編成している間に負傷兵の回復を待って、まあ、2万ぐらいの軍勢で稲葉山城を攻めるという算段ですね。岡部の元信が道さんの追撃に当たっています。で、利家とか信長とかね、この辺りを急いで駿府館、敵国と隣接していないところに移動させていきましょう。で、もたもたしてるとですね、これが引き抜きに合うんですね。実はこの後信長が斎藤に早速引き抜かれてしまうんですが、これはね、もうちょっとタイミングの問題なのでしょうがないのかなと思うんですが、本当にできるだけ早く敵国から離れた場所に移動させてあげる必要があります。これが引き抜き対策の一番いい対応になるんじゃないかなと思います。
まあ、ついでに浪人衆も登用していきましょう。実は先ほど城攻めをしている時にもお話してたと思うんですけども、先方の連携が合戦に勝利する重要な要素になっていて、当然武将の数が揃ってれば揃ってるほど連携も起きやすいので、武将の数もお金と同じぐらいこの天道では重要になってきますので、まあ、序盤お金に余裕があるうちはできるだけ武将を雇っていく。で、雇いすぎると逆に給料を払うお金がなくなってしまうっていうのもあるので、まあ、バランスがもちろん大事にはなってくるかなとは思うんですが、というところで今回はね、清洲城攻めをご覧いただきました。次回は今始まっていく稲葉山城攻めをご覧いただきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。